今日はちょっとダラダラとトライアルクエストを1回クリアしていこうかな。この星8が全部ね、上位なんですよ。ここは下位なんですけど。カラーも全部上位なんです。なんで、ちょっとこれを倒したい。倒してみたい。ここまでちょっとさらーっと倒そうかな。あ、レウスいるじゃん。え、レウス装備作れるじゃん。初めてレウスと戦えるじゃん。滅レウス以外で。そうなんだ。まあ、ちょっとあんまり、こう、配信っていうか、動画っていう感じではなくて、まあ、軽く、さらーっと、こんなに喋らずにやりたいなと思う。っていうのがスピード。で、なんだっけ、音速値じゃなくて、なんだっけ、竜の寄り地か。竜の寄り地に、行くために、ちょっと今レベル上げと、装備集めと、あと、音もんも、ちょっと厳選とかをしようかなって、思ってます。ということでやっていきましょう。出ないかな、もしかして。強いかな。ダメだね。電気つかねえな、俺。電気貯めてます。スピードかな。メモメモメモ。神王がどこだ。神王がこれ、まあ、あいうえお順にしたいな。待ってね。あれ、いない。あれ、神王いた。神王がスピード、帯電はテクニックか。いや、パワーね。エネルギーガンってめちゃめちゃ強いですわ。やっぱ、ステータスが異常に高い。まあ、最強なんだ。まあ、古竜だしね。で、全然ダメだった。弱点が来ない。あん？尻尾はいいでしょう。斬撃で。いいね。一歩壊していくか。インライザン。だんだん。そんな食らわんな、やっぱ。アクライ。リベルトが死ぬ。まだ帯電してるよね。帯電してるよね。買っとく？そう、帯電しそうだもん。走るか。そう、帯電するとパワーになる。1200いいね。パワーになるから、スピード攻撃いいや。じゃあな、ここはそう。壊れるでしょ。あー、ダメか。ナイス。ダウン。
で、これも多分壊れる。ワンチャン倒せる。いや、強いな、リウェルト、マジで。火力エグすぎでしょ。飛びかがちは、スピードか。飛びかがちは、あれいないぞ、飛びかがち。メモが多くなりすぎて。飛びかがち。いた。スピード、テクニック、パワー。スピードか。ライゼックス。かなそう。ラックじゃん。弱点暴きたいな。リベンジサンダー。オッケー。5回達成するとなんかなある。おい、なんで君スピード攻撃ばっかすんの。出てよ。ユニックタイプなんだから。足。怒り出したぞ。怒りはね、テクニック。いいね。パワー攻撃。リベルトがしてくれてる。じゃあ、ハンマーに変えよう。足ドーン。かねー、アンダースマッシュ。パワーポップドーン。ゲイ倒しちゃうな。さすがに覚えれんからさ、全部暴きたいんだよね。どう？落ちちゃうか、いいか。アイデン、アイデンはパワー、素晴らしい。割れろ。倒せるな、もうグラス絶対だもん、絶対だもん。オッケー、あ、終わり？2体？こんなもんだろ。2体。あ、宝玉出た。剣閣、剣閣、壁玉だ。敵玉、やった。テンション上がる。うぅ。クリアが、クリアタイムが遅かったけど。まあいいでしょう。待ってね。これ使おうよ。お祈り。幸運のお祈り。関係ないかな。ブリキじゃなくて、いいか。
ミーボ持ってないんです。いいなぁ。トライアルサブクエストってクリアにならないんだよ。ミーボとかならないんだよ。まあいい。青アシラめちゃめちゃ最初だな。パワーパワースピード、スピードが今弱めか。ティガがなそこまで強いってわけじゃないんだよな。強いんだけど結構最初らへんに手に入れたキングモンスターだからな。十分じゃ十分なんだけど、ステータスがねあんまり。ヘビースピア、いいね。ハンマー食らうね。ライド使っていきましょうか。テクニックかな今。倒せんか。よし、ダウン。やったれ。いいぞ。で、次が多分あれじゃん。もう多分これで倒せるから、このターンで。次を見越してこいつに変えとこう。でもこれで倒せるはずだから、スキル使ってもいい。あ、ダメだ。マジか。まあいいや。倒そう、これで。多分倒せるだろう。OK。これでまあ、行くだろう。よし。で、あー、ウルクススがテクニックだから。いいよ。テクニック、ダブルアクション。OK。行ったね、ハンマー。テクニック。あねえな、ハンマーだが、やり合ってくれるのはいいんだけど、でもだな、スキルスキルでちょっとやるか。スピニング目で武器変えたいし、ドカーン。OK、ダウン。3087。火力エグ。あ、終わった。じゃあ、上位余裕なんですけど、今のところ。全然。あ、ダメだね。なんていうの？あれ、なんだっけ。リザルトボーナスないね。いや、レベルも上がるし、素晴らしいね。ゴールドは無理だね。なかなか厳しいね。結構今めちゃめちゃいい感じで終わったけど、あ、そういうこと？これ真っ向勝負が条件なんだ。20回以上真っ向勝負で勝利してくれる。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ時間かけな感じ。やば。ザコ使ってめちゃめちゃ。マジか。倒しちゃうよね、その前に。まあいいや。ルペック、ルペック、ルペックはテクニック、パワーだな。レウスを最強にしたいっていうのはあるんだけど、いかんね。絶対エネルギーガンズの方が強いからな、今現状。おい、真っ向勝負してくれよ。こっち狙って。
バーン。倒しちゃうなこれ。怒ったらスピードかな。1500めっちゃ回復やん。怒ったらスピードかな。ダウン。アズタックロール。いいぞ。これは使おう、スキルを。微妙ですね。まあいいや。ダウン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 、強っ。いいじゃん。1800、強えんだってリベルト。やば。やっと喉の麻酔が取れてきた。あ、今日胃カメラやったんですけど、だいぶ喉の麻酔が取れてきたな。ナルガ。ナルガはスピードから、テクニック。あ、装備の色変えよう。それ。テクニック。ガーン。弱点だね。それでパンマ効かね。いいよ。ラブラクションいっぱいできる。いいじゃん、これ逆にさ。ダメージ下がってるでしょ。ハンマーで。これでちょっといいんじゃない？逆に。あお。あれなんで？麻痺ってる。おい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 。真っ向勝負させてくれよ。麻痺はいいけどさ。いや、させてよ。麻痺強えな。いやいや、強えな。もしかして今回スキル使うとかそういう感じか。どん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 ドカーン。やばい。いいよ。時間かかってもいいから別に。麻痺強すぎるな、マジで。ほとんど行動させてないじゃん。ゲイ。報酬も。うえ、麻痺。マジでつえ、麻痺。あ、麻痺。麻痺特攻強いな。麻痺。そういう作り方しようかな。ナルガ、アッシュはスピードからパワーだね。スピード。狙ってないときに使おう。メテオハンマー。が玉三つね。玉三つね。どこどこどこ。結構最後らへんだよ。玉三つね。テクニックからスピードかな。
やーパワーで、あー電気の方が良かったかな。いや C か、うん、あん雷来たな。デルトが読み負けた。だからパワー攻撃をしてくれ。ちょ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 、パワー攻撃をしてくれ。パワー攻撃、足うぃー、うぃーな、火力やばいな。おっ両方ニャン怒り、これスピードかな。エンダーやば、速いスピードになるからテクニック、テクニック。はい、オッケー。そしてダウン。で、リベルトが大ダメージ与えてくれる。で、次のターンに大ダメージだね。あー、ライドする。ライド技やるか。メロッ。マレッタン。エイ、膝の力で勝利。レベル上がるね、やっぱ上位だから敵が。普通に倒せますね、上位の敵。上位全部倒してここにあるやつで装備何がいいかちょっと決めてやろう。そうしよう、そうしよう。いける、意外といける。なんだ？ヤンク。待って待って、いいヤンク。ヤンクか、アッシュ。あ、ない。テクニックだと思う。テクニックなんかだね。だから、とりあえずパワーでいいよ。ルースはね、ごめん。ごめんね。本当に申し訳ない。本当にごめん。本当にごめん、レース。レースパーティーから行こうか。ごめんね。本当にごめん。申し訳ない。君が悪いんじゃないんだ。剣。あれ？あ、なに？え、なに？あ、全体技だからか。よくないね。剣もダメ。おっつ。はい、壊れる。ダウン。タイミング悪いね。普通にこれでいいか。ドン。ガーン、強い。いいよ。いいね、1000。4桁ダメージ、マジ、きついね。光ったらなんだ、スピードかな。スピードっぽいな。ライトして、やめようか。一回これで無効にできるから。確かめましょう。スピードだね。終わり。いいよ。いがれ。ゲリオス。ゲリオス。ちょっと待ってくださいね。ゲリオス。ゲリオスは。
どこだ、いない、いた。ゲレオスはパワーテクニックか。じゃあスピード、今スピード攻撃してた。多分これハンマーの方がいいよな。おー、あ、ダメだ。あれ？おかしいな。かねえ、ハンマー。ビーズピ、当たんねえんだよ、それ。これ、いかんねえ。で、スピード、パワー。あ、パワー、テクニック。からパワーでいいね。なんか今防御力下がってる状態か。あ、違う、活力状態だけ。あ、違うか。突然フラッシュ、あ、効かねえ。いつかフラッシュ、あー、当たるよね、普通に。パワーやった、あ、いいや、ね、フィニッシュ。アルミ、フィニッシュ。反対じゃないとダメなんだね。倒しちゃった。終わり？次、あーっと、クルペッコは、クルペッコ、アシュは、なんだっけ、クルペッコ、アシュ。いいね、いた。テクニック、スピード、あ、いいか。で、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 ビーツン。効かなそう。そうですね。やだそれ。そうですね。多分頭壊したらダウンだからダウンさせたいよね。サイド使うか。バーン。ゲルマーだか、これ。オーブ、受け。光り出したら、スピード。スピード、テクニック。ありづけ。ダウン。よし。残留残悪い。ザダミ猛進。オッケー、ザダミね。次ザザミ、大名、あ、大名だ。ちょっと待って、メモが間違ってた。将軍になった。将軍ギザミだ。大名ザザミ、テクニックパワー、はい、エネルギーガンテで。足はテクニックスピードか。
れはいいぞ。多分壊れる。いいね。30秒で壊れる。あ、これあれだね。多分これやった後にエネルギーガンっていうあのスキルで圧力剤効果とあと防御力下がるんだよね。でこれの後に一回音も変更すると治るわ。これやば。ハードボディ怒ったらパワーで、パワーなんだけど、パワーなんだけど、この技一回打とう。バンドン。弱ってんね、もう弱ってんね。まあまあいかん。いやー帰るか。いいからね。リベルドットできる。バーン。終わり。多分終わり。終わりだね。で、またテクニック、スピードか、ほんと。じゃあ、またネルギガンテ。パワー。宿壊したらダウンかな。宿壊す。パワー。あれがやってくれるからスキルでいい。強い。ドカーン。ヒアード壊れんか。壊れるね。ハードボディ。あっ、これはダメだ。ハードボディ代わりだからスピード。テクニックに変えるんだが、絆技を先にやっとく。ドカーン。終わりだよ。なんかテクニック。やばいね。完璧な戦いを見せている。ここまで。そう、今日もう完璧。一つも読み間違えていない。あえてはあるけど。ではスキル使おう。チェイサー。どん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 。変わった。遠隔お水ルッペル。まだ上がるね。いいねいいね。トーチの暴れ者。V 破壊。まあまあいいや、狙わない。ボルボロスアッシュ。ボルボロス、アッシュは、パワーテクニック。
何にも効かなかったっけ。確か、なんかそんな感じだった気がする。あ、効くじゃん。じゃあやろう。外すなよ、ヘビースピア。外すんだよな、本当に本当に外すんだよな。雪まといテクニック。いや本当に外すんだよな、こいつダメだな。パワー痛くなってきた足が。パワー、そうドーン。剣が効くとこありますか。オッケー、バンパン。壊れちゃうんだこれ。そうか、ごめんなさい、水を飲ましてください。アグナボトル足戦ったことあったっけ。ないんじゃない。あったあった、パワーテクニックスピード。パワーか。あ、こいつがあれか、最初全部ダメだったんだっけ。じゃあマジそのカカカカカってやつだけ消せんかな。本当にうるさいんだけど。ええ服に行ってたの。え待って待って待って、ちょっと待って。いやーそうか、通常がテクニックで氷状態がパワーか。とメモが間違ってました。あ、ごめんなさいね、このうるさいうるさいやつを聞かせてしまって。ちょっと死にそうだな。ヒップホップ、あ、壊れちゃった。いいよ、 V 破壊めっちゃしてる。パワー、パワー攻撃があるね。反対。リリリ。ドーン。これでダウンか？ないか。ここでライドしよう。バン。ダイヤモンドアッパー、これでダイヤモンドなんちゃらしてくるな。で雪まとったらパワーか。雪まとったらパワーだね。だからスピード攻撃。剣効かないね。じゃあハンマーかな。
で、スピードだね。頭壊せ、壊してよん。頭壊れろ、ダウン、やったれ、握手。チェイサー、チェイス、チェイス、ドーン、えい、悪い、こんなもんだろ。レベルアップ、お、いいね、クリア。で、次、虫か。はセルタスね、セルタスコンビね。セルタスコンビはテクニックかな。アッシュだけスピードか。オッケー、アルセルタス呼ぶのか、一体ずつか。左読み負け取るやん。パワーやってくれよ、頼むよ。あ、一体ずつっぽいな。ダウン、上手、キル、メテオハンマー、しぶといじゃない。終わり。次がゲネル、アッシュか。アッシュは違うんで、アッシュはスピードなんだよね。テクニック。あれ、なんだっけ条件。まあいいや、忘れちゃった。おお、剣効くんだ。よし、足は効くとハンマー、いいぞいいぞ。悪臭ガス、あ、 V 破壊か。倒しちゃいそう。やべ、初めて読み間違った、やべ、死ぬ、やべやべ、初めて読み間違えたぞ。スピードか。まあ別にいいけどね、1回ぐらいやられても。
あえてね。で、やってこないからスキル使う？いや、違うな。ライドして、ライドして、これでやって、壊して、で、スピードか。ああ。死ぬな、あーい。もう死ぬな。全体だもんな。なるか。立つな。あ、白颯だっけ。あの辺欲しいよね。あ、いかん。やべえ、めっちゃ読み間違えてる俺。ちょっといかん。ちょっと集中力切れてきた。かも。で、ゲネルセルタスが、テクニックパワー。スピード。合体しないなら余裕なんだけど。正直。スピニングメテル。足。ドカーン。うわ、呼んだ。ここで呼ぶの？だる。いやー、そこで呼ぶのはだるくないか。無視か、あいつは。いや、無視できねえ。無視できねえ。どうする？どうする？どうするよ。めんどくさいな。いやー、いいけどさ、リベルトとダブルアクション、これ上位だから結構しんどいぞ。2体目いかった。なんだいかったら、なんだ、スピードか。いや、これきついな。タイミングが違うから。うわぁ。これ普通にきついぞ。ちょっとアイテム使いまーす。合体か。なるほど。なるほどね。合体するとパワーです。何でも知ってるよ。さあ、ちょっとさあ、ランランス。火力ちょっとやっぱ弱いね。ここでも不遇か。これはちょっとかわいそうだな。ナイス。キラーデイズ。光はなんだ。スピードか。あれ？アルセルタ死んでる。
ピードになるね。ライズ X。なんだろう、やっぱ火力がね、なんちゅうか、まあ、防御寄りだからね、しょうがないよ、しょうがないんだけど。やっぱ火力面で言うとあれだな、このゲームは、体験ハンマー、弓なのかな、火力面で言えば。圧倒的だよね。えい。よし、全部。成長薬を誰に使うかもちょっと吟味したい。50上がるからね。虫たちの猛撃。魚三昧。次、魚か。ガノトドス。どこで、あ、ガノトドス。テクニックパワー。アッシュがいないな。まあいいや、テクニックパワー裏はない。どう、どうはどう、ダメか。一方はそれはダメ、それは全体攻撃だからダブルアクションにならない。尻尾ダメそうだな、尻尾もダメだ。怒り出したぞ。怒りはパワートツか、全体的にトツか。うわ、真面目にトツだ。破壊だね。え、2悪い。で、ガノス、アッシュ、テクニックスピード、テクニックスピード。空間タッグ、あ、全体攻撃か、あれうざどこに当たっとんねん、お前のタックルは。謎だろ、ネタにすなよ運営さんよ。絶対最初、最初は調整ミスだよね。ただの。明らかに判定おかしいもんね。え、やば。死ぬよ。テクニック、スピード。だから、テクニック。
これでダブルアクションしたら絆技溜まるから、ライドして回復して、なんだ、なんか止まった。これでライドして絆技でやるか。これで破壊しよう。ダブルだ。イエーイ、倒せそう。じゃあ決めよう。フルバー、あ、弱いんだよな。全体攻撃なんで、フルバーストこれも不遇なんだよね。スキル使うけどかっこいいから弱いんだよね、全体攻撃だから。対人では、あ、やば、対人では強いかも。やべえ、ガナス強え、普通に。あ、でももうやられんとは思うんだけど、一応回復しような。強え、マジで空間タックルって、えぐい。で最後ガレオス、ガレオス、ガレドス、ガレオス、スピードテクニック。これも取つかしら。取つかねー。ベルトが死ぬ。ナイス。なんかコントローラーの反応悪い気がする。あ、もうこれで終わり。悪い、悪い。エクスパルス、イニシエの100使うの、おお、贅沢だね。終わらんかった。流撃砲使いたくない最後。でも100ね、100使う、あ、いいじゃん。100使うのきついんだよねこれでね、弾使うだけで、何、絆ゲージ使わんかったらな、もうちょっと、あ、ちょっと倒すなよ。リーベルト。今決めるとこじゃん、流撃砲って。なんでよ。空と陸にとどろけ。いいね、レイヤーレウス。待ってね、リオレイヤー。リオレイヤーはスピードだよね、多分。スピードパワーか。で、レウスがパワースピードかな。ドゥッドゥッドゥー。スピードだから、あ、あ、あ、待て待て、あー、リカン疲れてるわ。ダメや、疲れてますわ。ダブルアクションできんかった。ゼックス、やっぱコントローラーちょっとなんかたまに反応してない気がする。今だって下下右って押したもん。多分右の時に反応してなかった気がする。言い訳ですけど、
あー喉がイガイガするな、気持ち悪い、胃カメラの影響が、マジめちゃめちゃ吐きそうだった、うえってなった。でダウン、リベンジサンダー、暗い暗い、全体攻撃って、いや関係ないよね、なんで今のライゼックスの技クリティカルじゃなかったんだろう、全体攻撃はクリティカルならんなんてことないよな、あやばいやばいやば、反応してるこれ、受かったからパワーになるね、まあ普通に、討伐完了、でリオレイヤーがスピードだからこのままでいいと、あーリオレイスがパワーだからこのままでいいと、ただ君はこれをやってくれると嬉しいな、いやー頭ハンマーかな、尻尾はいいかな、で866、これで壊れるでしょう、いいね、ん？絆技やるか、これターン数か、どう？お、死にそう、テイクオフプレイン終わり、なんだティガか、ティガはスピード、スピードパワーかな、テクニックでやってほしかったけど、じゃあ仕方ない、絆技で止めてあげよう、多分剣効いてないね、ハンマーだ、ライゼックステクニック攻撃してよー、マジで誰かいたテクニック攻撃できるの、いやそれは君を出してる意味がない、いや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 、マジか、変えたタイミングはいいんだけどさ、それ以外の時よくわからん攻撃するんだよね、スキルはいいよ、スキルを使うならまだいいけどさ、ドッグシューターだなこれ、普通になんかさ、キルじゃなくて通常攻撃でさ、タイプと違う技使うのはやめてほしいな、怒りはパワーになる、だからスピードだよね、スピードだよね、いいよ、ティガ対ティガでいこう、同種にやられる屈辱を味わえ、強っ強っ
お前に足りないものを教えてやろうか。ライダーとの絆だよ。なんて言ってると負けるので倒しましょう。ドーン、終わりじゃない？もう死ぬよ。あー、スキルポイントがない。オッケー、 S だね。 S だし、ゴールド。よし、最後最後、白き脅威、フル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 はフルフルはやったことあるけどね。フルフル、あれ、フルフル、テクニックパワー、フルフルアッシュがテクニックスピード。ハンマー効くでしょ。ハンマー、ハンマー、あねえのか。どうね、熱人症、怒りパワーかな。てか、なんか変な、よくわからんことやってきそうだから、スピニングメテル、方向壊れろ、ダウンしないか。いやー、いって、えぎーなダメージ。大粉塵とか使ってくれんかな、リベルト3。ダメか、ライドで回復。終わりだ。あ、ていうか見たことないわ、絆技、エネルギーガンってのあったっけ。倒せそうだよね、倒せそう。次、あれ、ベリオロスってやったことあったっけ。全然わからんわ。あ、ないかも。あ、ないかも、ベリオロス。なんだったっけ、アユリアでしょ。何だったっけ、テクニックかな、テクニックっぽい気がするけど、イメージ。あ、スピードですか、そうですか。エネルギーガンって死んじゃう。なるほど、スピードですか。多分ないの、戦ったこと。あ、ユリアのやつ覚えてればよかったな。ダウン3160はやばいでしょ。いや、そのダメージやばい。メテオハンマー、いや、おかしくない、リベルトのなんかダメージ倍率みたいなやつ。強すぎ。3000なんて絆技でも出したことない。
俺ゆっくりおさんと反応しいわ逆に終わりめっちゃ余裕だな上位もあいいねマジで よしで終わったからトライアル全部サブクエはクリアにならないっけトライアルじゃんだからこれで防具を見るじゃんまずでちょっとスキル見て危機感いらねえ回し、うーんいらんなアグナ氷属性スイカスかっけーセルタス Z やばくない見た目めちゃめちゃかっこいいんだけど無属性防御か有属性防御か防御かバゼル全力特快進撃絆全力特無属性攻撃強化値あーこれだな多分バゼルの上位か自己回復得ってやばくない多分すごい強そうルフルあーガノスやべレイヤースモリ得これはまあ欲しいけど攻略にはいらんね追い打ち強化あでも今からあれだよね今からモンスター集めに行くにはいいかもしれんね真っ向勝負次第集中レウスあーレウスかわいいいいね属性攻撃強化特特なんだへえ。弱特大へえ。優秀だね特って優秀だよね普通だって中とかでしょ大とかでしょあ特じゃんジンは相棒を解く快進撃回復、うん、バンギスバンギスいいね根性無属性攻撃よか怠慢好きなるとバゼルかフルフルも結構ありかもしれんね防御寄りというかライダーさんは防御寄りの方がいいかもしれんなんだっけ活力剤の効果はめちゃめちゃ有用だってのをもう分かってるからねデルタスダーナミツネダザミ服っつってなんだっけああなるほどトロスペッコアシラあ無属性防御不要率得無属性得魂の絆大絆上昇ラップあなにこれ強いじゃんボーン回防御力もそんな変わんないんだねボーン強いな普通にボーンかブナハハンターメイドかわいいね臨装備は
で黒帯作れるんだよね、もうちょっとしたら普通に。でもこんなか、再生の中根性快進撃、うん、そんなだな。今好きいいのか、真っ向勝負か。真っ向勝負とダブルアクションも上がるんかな。ダブルアクションなんだよね基本的に攻撃するときって。そこが結構大事なんだけど、真っ向勝負師は真っ向勝負だよね。怠慢だもんね。怠慢ってことはダブルアクションじゃないよね。やんないんだよね怠慢なんて、ほぼほぼ。って考えるとバゼルかな。いやどうなん、全力強いと思うんだよね多分。でも快進撃絆台がな意味ないよな。クリティカル攻撃時ってあんまないんだよな。でこれがかっこよくてこれにしたいこれにしたいけど使えない。フルフルバゼルフルフルレイヤーぐらいかな。最新劇なんちゃらってのはいらない、本当にいらないと思う。いるけどでもあんまり効果で言うと微妙な気がするんですよね。バゼルがいいなあ。まあレイヤーかな。まずレイヤーかな。まずレイヤー作って防御力上げて死なないようにして、怠慢好きだもんね。今何装備してる？ X か。今攻撃、属性攻撃強化大なんだよね。武器によって合わせるべきか。やばいな。どうしよう、マジで。困ったな。無属性か。無属性。無属性中だもんな。だからだって無属性武器になっちゃうな。竜属性ってない、竜属性ってないよな。武器が無属性じゃないんですよね。そこがね、グレイフリードマロかっけえ。レイピア猛毒か。猛毒はどうなんだろう。攻撃力めっちゃ低いんだよね。でもわからん、何がいいんですかね。無属性が弱いんですよ普通に。あ、これいいじゃん、これ作れるじゃん。あ、これにしるか。やっぱティガだな結局。結局ティガにして、ティガ倒しまくってレイヤーも倒せるじゃん。したらティガの体験とハンマーと弓作れるじゃん。でバゼルの防具にしたらいいんじゃない。一番無属性攻撃強化中でしょう。全力特で快進撃絆でしょう。うん、これでいいんじゃない。したらレイヤーも作れるでしょ多分ね。なんならレースも作れるでしょ。でボーンでもいいかもね。無属性攻撃強化と魂の絆台で、腹痛はまあそんないらんかもしれん。これいいかもしれん。どうしよっか、最初。最初防御力が怪しいけど、ね、結構きついけど、この素材は結構きついけど、どうするか、なんかそっちの方がいい気がするな。無属性の方が、最初はいいな。ありがとう。
がとう。詰める間はどうしましょうかね。これをひたすらクリアして、ティガの武器を手に入れると、でボーンの防具もしくはバゼルの防具を手に入れるっていう流れでいきましょうかね。うん、そうしましょう。じゃあここで一旦今回は終了したいと思います。すごいダラダラ撮りましたけど、ご視聴ありがとうございました。ではまた。